フラット福島。皆さんこんにちは、フラット福島です。今回は福島市の阿武隈急行卸町駅に来てます。今回はですね、この近くに何やらおすすめのお店があるということで、この方に来ていただきました。シティ情報福島の方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。はい、シティ情報福島編集部の梅宮と申します。梅宮さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今回僕ら呼ばれてきたんですけど、はい、ここってこうオフィス街です。何があるんですか、この近くに。新しくパン屋さんができまして。どんなパン屋さんなんですか。高級な食パンのお店なんですけど。高級食パン。高級食パン、はい、10月1日に福島市に初上陸した、はい、銀座西川さんっていう。それがこのオフィス街というか倉庫街にあるわけですか。だって駅の卸町ですよそうですね。まあ、シティ情報福島さんのおすすめなんで、まずは行って確認してみたいと思います。じゃあ梅宮さん、いいですか、はい、一緒に。よろしくお願いします。電車でも来れたんですね、ここね何にもないんですからね、基本的にあの会社はたくさんありますけどね、はい。このコーナーでは福島のタウン誌シティ情報福島に掲載されたおすすめのお店をご紹介します。シティ情報福島はグルメ、美容など幅広いジャンルの情報を掲載。福島市、米沢市内の書店または一部のコンビニで販売中です。福島にお出かけの際はぜひご活用ください。梅宮さん、はい、この辺りは会社が多いですもんね。会社が多いですね。ここにパン屋さんがあるんですか。はい、ポンと行きました。ポンとありますよ しかもすごいもう並んでる、はい、これ行かないとじゃないですか、すぐ、はい、梅宮さん、はい、すっごい並んでらっしゃいます。並んでますね。僕らもね、この整理券ゲットしましたからね。ゲットしました。1枚につき1本。よかった、2人で1本ずつ買えるわけですね。そうですね。こちらが10月1日に福島市にオープンした高級食パン銀座西川福島卸町店です。銀座西川は2018年9月に銀座に本店を構えると、この1年ほどで30店にも上る店舗を構え、まさに人気急上昇中の食パン専門店です。さあ、梅宮さん、やっと入れましたね。入りました。パンの甘い香りがしますね。見てくださいよ、なんか食パンしかないですよ。そうですね。で、梅宮さん、はい、ここのおすすめが、はい、こちらが銀座西川さんの水にこだわる高級食パンです。こちらが、はい、で、お持ちいただいているのがどなたですか。工房長の松本静香さんです。松本さん、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。これがその食パンなんですよね。はい、そうです。このメニューしかない。はい、食パンのみです。この銀座西川の高級食パンは、最高級のカナダ産小麦粉と蜂蜜、生クリーム、バターを使用しています。そして一番のこだわりであるアルカリイオン水によって、ふんわり甘い食パンに仕上がるのだそうです。もう本当にそのこだわり抜いて出来上がって、だから朝からみんなあんな並んでるわけですね。でも買えない人とかいるんじゃないですか。そうですね、もう朝準備した分は早い時間になくなってしまって、その後は整理券で対応させていただいております。全部買えないんですね。はい、申し訳ありませんいくらお願いしてもダメなんですね、今のところは。そうなんですね。予約いただければ大丈夫です。あ、予約すれば大丈夫です。そうなんだ。教えてくださいよ。あ、すみません並んじゃいましたよ我々、ね、じゃあ早速ちょっと買わせていただいて、はい、いきましょう。ということで、特別に場所をお借りしまして、はい、こちらで試食させていただきたいと思います。まずはこのそのまんま食べた方がいいわけですよね。ぜひそのままお召し上がりください。まず香りがいいですよ、これ。ありがとうございます。真ん中からいっちゃおうかな。あんまりやらないですけどね。いただきますですね、香りもいいし、しかも耳も柔らかいですね。何もつけずに美味しい。しかも僕結構食パンって焼いて食べてたんですけど、こんなに美味しいもんなんですね。こぼちゃん、
何かこう甘いパンも食べてみたいなと思うんですけど、おすすめの食べ方あったら教えていただけますか。じゃあぜひ。はい、これは黒蜜ときな粉です。絶対美味しいです。これもうさ、きな粉の香りもし、あ、黒蜜もたっぷりいただきますめちゃめちゃ合いますね。これはあの黒蜜がね、すごいパンの生地に染み渡ってて、これは美味しい、おすすめです。後であげるね。ぜひ後で。ね。なんかそしてそれ以外にも工房長おすすめの食べ方があると。あ、はい。居酒屋のお通しみたいなのが出てきましたけど、こちらは和惣菜で、こちらからタコわさと、あと福島ですので、いか人参と、こちら普通のきんぴらごぼうです。これご飯でしょ普通、こういうのって、あの和惣菜のおかずとぜひ合わせていただきたいので。工房長、じゃあおすすめは、こちらが意外とタコわさ、はい、初めてですけど。あら不思議、ピリッと辛いんだけど、やっぱりこの食パンがやっぱしっかりこう強いじゃないですか。で土台がね、だからなんかちょうど中和して、しょっぱすぎず、なんかいい感じのマリアージュですよ、これは。いやー、並んで買う価値はありますよね。ということで、沖玉の皆さん、ぜひ福島にお越しの際は、銀座西川へこの高級食パン味わいにお越しください。お待ちしてます。よろしくお願いいたします番組をご覧の皆様に、シティ情報福島11月号を5名の方にプレゼント。応募方法は番組の最後にご確認ください。